これはこの世界のどこかにある隅っこでひっそり暮らしている隅っこたちの物語。みんななぜか隅っこにいると落ち着くみたいなんです。そんな隅っこたちのそれぞれのお話、始まり始まり。とんかつとエビフライの尻尾のお話。とんかつ、おいしいおいしいとんかつ。でもとんかつの端っこ 1% のお肉、残りは脂肪、油っぽいから残されちゃった。お皿の隅っこ飛び出して、逃げろ逃げろ、ここにいたら捨てられちゃう。コロ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 転がって隅っこへやってきた。エビフライが入ったお弁当、おいしいおいしいお弁当。でもエビフライの尻尾、硬いから残されちゃった。お弁当の隅っこ飛び出して、どうしようどうしよう、ここにいたら捨てられちゃう。トコ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 かけてって隅っこへやってきた。とんかつとエビフライの尻尾が隅っこで出会った。いつかきっと食べられたい揚げ物、残り物、煮た物同士。二人一緒に頑張れば、いつかきっと食べてもらえる。もっと頑張って、もっと美味しく、もっと大きく、もっと可愛く、もっとかっこよく、もっと辛く、甘く、しょっぱく、もっともっと。今日はどんよりじめじめ空。いつも頑張る揚げ物コンビ、心も衣もちょっぴりじめじめ。きっと美味しく食べてもらえる。あの時そう思ったのに。食べ物は食べるもの、食べられなかったら何のもの、残り物は何のため。こそ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 、すみっこたちが相談中。何かしようとしているみたい。さあさあ、こっちこっち。ようこそ揚げ物レストランへ。こちらへどうぞ。本日のおすすめは、はい、できた、スペシャルトンエビランチです。食べ物だから食べられたい、でも残されたから出会えたみんな。空はカラッとすっかり青空、揚げ物たちもカラッとが一番。